ジブチ空軍はジブチの空軍。1977年6月27日にフランスからジブチ共和国が独立した後、ジブチ国防軍の一部として設立された。ジブチ空軍はジブチの領空を防衛し、地上のジブチ陸軍を支援することが任務とされ、陸軍の指揮下に置かれていた。ジブチ基地に司令部を置く。二千十八年時点で百六十人の 人員により、少数の輸送機とヘリコプターを運用している。発足当初の航空機は、フランス製の3機のノール N2501、トラトラ輸送機とアルエット2ヘリコプターだった。1982年、ジブチ空軍は、2機のユーロコプター AS355、エキュレイヨヘリコプター、また1985年にセスナ 402C、続いて、 セスナ206によって増強された。1985年、アエロスパシアルアルエット3が退役し、アンブール空軍基地で展示された。2年後、3機のノールのラトラ輸送機も退役しばらく基地で展示された後、フランスに返還された。1991年に導入したセスナ208キャラバンに続き、 90年代前半には、ロシア製の機種が続けて導入された。これらは、4機のみマイナス2、6機のみマイナス8、2機のみマイナス17、ヘリコプター、および1機のアントノフアンマイナス28小型、輸送機であった。パイロットの育成、教育は、必要に応じて、フランスで実施された後、ジブチ国内でも継続して訓練されるが、新しいパイロットの需要も低く、 ジブチ空軍に在籍するパイロットは約310人ほどである。ありがとうございます。